岐阜法廷部会の事務局長をしております新野と申します。よろしくお願いいたします。まず岐阜ホテル会のご説明をさせていただきます。岐阜ホテル会は平成5年に設立いたしまして、現在は一般社団法人として活動をしております。岐阜駅前長中藩を中心に14ホテルで構成しております。情報共有はもちろん、現在は有識者の方を招いて勉強会セミナー等を開催しております。また地域経済の活性化を目指し、岐阜エリアの情報発信や社会貢献に努めてまいりました。現在ではウィズコロナ、アフターコロナを見据えて、岐阜駅前のホテルと飲食店さんと力を合わせて玉宮のにぎわいを再興しようと活動しております。次に私たちの活動をご説明させていただきます。岐阜駅北地域はかつては本屋街としてにぎわい、現在は飲食店中心とする繁華街に変革いたしました。しかしながら新型コロナウイルス感染症により、そのにぎわいは失いつつあり、玉宮にぎわい再興プロジェクトを策定し、岐阜駅前の玄関口をにぎわいを再興させようと今活動をしております。そのためにまず玉宮エリアの構築に現在取り組んでおります。まず組織体制の見直しというところで、飲食店さんが中心となりますが、全員参加の組織づくりを構築したいと考えております。また情報交換や意見交換ができる事務局を玉宮に設置いたします。2つ目に新たなコンテンツにチャレンジというところで、玉宮を楽しんでいただける回遊チケットを販売する予定でございます。また飲食店の営業前を会議室としてご利用ができる玉宮駅前会議室を販売する予定でございます。これは少人数のマイスを駅前に誘致する目的としております。また地元旅行会社さん、地元企業さんにご協力をいただきまして、販路を拡大したいと考えております。3つ目に玉宮のブラッシュアップとして DX の導入、玉宮にある飲食店宿泊施設等点から線、線から平面にしまして、玉宮を構築したいと考えております。そして情報を一元化し、リアルタイムに魅力ある玉宮を発信できるように考えております。そして岐阜の玄関口である東海エリア有数の繁華街である玉宮のにぎわいを再興することにより、岐阜市全体のにぎわい再生に寄与できるような活動を今後考えております。以上、岐阜ホテル会の活動をご報告させていただきました。